7月20日月曜日、市立修正小学校でクールマフラーの贈呈式が行われました。修正小学校 PTA は、登下校時に子どもたちの熱中症を防ごうとクールマフラーを購入しました。贈呈式では PTA から児童会へクールマフラーが手渡されました。続いて PTA 会長の榎本孝之さんが、今年は夏休みが短くなり、暑い時に学校に来てもらう必要があります、このクールマフラーをつけて少しでも涼しくして学校に来てくださいと挨拶しました。クールマフラーを受け取った児童会会長の松本隆史さんは、次のように感謝の気持ちを伝えました。クールマフラーありがとうございました。これで、暑い夏を乗り切りられそうです。ありがとうございます。クールマフラーは贈呈式に出席していた児童会役員と代議員によって各クラスへ運ばれ、子どもたちに手渡されました。修正小学校の小林真理子校長は、 PTA からの寄贈に感謝し、子どもたちが少しでも快適に登下校できるとともに、保護者や地域の方々が子どもたちを見守っていただきながら、安心安全に登下校ができることを願っていますと話していました。